皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿を閲覧誠にありがとうございます。フェボージさんのね、ニューボードを組むということでね、ようやく、ここまで来ました。ここまでというのはですね、まあ、前回までね、このエフェクターの固定用テープ、マジックテープでね、位置決めをしてね、配置をしっかりして、それからね、セッティングサーバーでね、このコントロールの部分ね、チェック入れたりとかですね、それから、このパワーサプライのね、DC ケーブル、これをね、こう、エフェクターに這わせたりですね、それから歪みのところはね、ノイズ対策ではこの親指のね、この高いやつをですね、入れたりとかですね、組んだりですね、あともちろんパッチケーブルはね、今回肝となっているのがね、このフラットパッチケーブル、EBS のね、こちらですね、こう、小スペース化で役に立つということでやってみたりですね。あとは、ま、通常のところはね、ソルダーレスケーブル、フリーザトーンですね、いろんなサイズ作ってありましたので、こちらで組んだやつをですね、ちょっとお見せしていきたいというふうに思います。いきますよ。じゃじゃん！汚ね！汚ね！汚ねえな、これ。どうすんの、これ。もうほんとこれ、ライブで使えないよね、これ、ほんとに。参りました。もう組んだはいいけどね、もうやる気なくなりましたね、これね、一瞬のうちにね。まあ、でも音出ししなくちゃっていうんで、昨夜音出ししたんですけど、バッチリ音出るんですね。なんですけど、こっからね、こっからこうね、ケーブル言われるの嫌だっていうね、感じですね。せっかくのね、このフラットパッチケーブルもね、ほんと役に立ってんのかなとかですね。もうここまでぐちゃぐちゃになるとね、もうこっからやる気起きないですよね。もう本当に、どれかやる気スイッチあると思うんですけど、まあ、ちょっとね、順番に押していきたいと思いますけども、まあ、次回、こっからね、本当に綺麗なんのか多いと。ね、おじさんこれライブできんのかというところですね。ちょっと、この実力を、エフェボーディさんのこの綺麗好きという、自画自賛している。もう本当に嫌だな。ということで次回お楽しみにということでね、今日はここまでにしたいと思います。